こにいるの？抜けなくなっちゃったの、手伝って。後ろから押して、そしたらきっと抜けられるはずだから。試練だから。あなたには関係ないわ。レンチな人が近くにいると怖いから、どこかに行って。Thank you.
ません。ハルト、こっちこっち。惜しいね。これが普通の学園だったらまだ出血を取ってないから遅刻をごまかすこともできただろうに。僕らの出入り記録はリングに記録されてるからそうもいかない。出た出た、相変わらず頭固いんだから。学長の話ってのは全世界共通で長いんだ。そしてこれまた共通だけど、話の中身に大した意味がない。真面目に話を聞いているのは君くらいだよ。ほら、あそこに立ってる先生だって今あくびしたよ。季節の巡りとは早いものです、早いといえば魔法が我々の常識に組み込まれてから早12年になりますね。このアカデミーが設立されたのはそれから2年後ですから、ちょうど今年で10周年となるわけです。君たちはまだ小さかったから覚えていないでしょう。あの頃と今ではこのアガルタは大きく変化しました。魔法が新世代のエネルギーとして注目され、その最前線としてこの島は魔法特区として開発されてきたわけです。以来世間には魔法があふれ、利便性が大きく向上しました。魔法と電子工学が融合した技術、マジクトロニクス、通称マギが、交通網から一般家庭の家電に至るまで広く浸透しています。
ちろん今に至るまで決して平坦な道のりではありませんでした。魔法誕生当初、力に目覚めた人々への恐怖や混乱や差別、争いが絶えませんでした。7年前に起きたマギを使用した旅客機の墜落事故は皆さんの記憶にも残っていることでしょう。あの事故は人々に魔法に対しての強い拒絶心を抱かせました。しかし、これからの未来に魔法は必要不可欠なものです。正しい使い方をすれば魔法は人類の大きな助けになるのです。ここにいる皆さんはその未来を背負っているのです。あなた方の行動が社会における魔法の在り方を決定づけるのです。くれぐれもルールを破らないようにしてください。あなた方は魔法に選ばれた人間であるがゆえに、その選択には相応の重みが伴っているのです。だってさ、耳が痛いね。法律と人の感情が必ずしも同じ方向を向いてるとは限らない。ルールというのは概ね正しいものだけど、過信しすぎると間違いを起こすよ。集会の途中で死を慎むのもルールですよ。右に同じく。して次に生かすことです。君たちは2年生ですか？他の皆さんも明日の試験頑張ってください。それじゃあ今日はここまで。魔法伝導率と出力値の方程式はテストに出るからちゃんと覚えておいてね。さて、どうにかこうにか今日も前半戦を乗り切ったわけだけど、ハーフタイムはいつも通り食堂でいいのかい？羨ましい限りだよ。一人っ子の僕はどうあがいても妹の手作り弁当は食べられないからね。アルト、君は何も分かってない。母親からバレンタインチョコもらって嬉しいかい？虚しいだけさ。
いなくても想像はできるさ。もらったのが母親からの一個だけとかだったら、その虚しさは計り知れないね。おい黒龍、 B 組の噂聞いた？B 組の噂？アカデミーきっての残念美少女、陸道朝日がまた何かしでかしたって話かい？ダメだよハルト、うちにこもってあれこれ考えてないで、もっと外にアンテナを向けないと。まあ彼女の場合、地球外からの電波を受信してるって噂だけどね。ほら、先月科学室で火事が起きただろ。あれ、実は彼女が未知の生命体を生み出す実験をしたせいだって噂だよ。他にも休み時間は空に向かって何かをつぶやいてるとか、彼女の恨みを買った者は恐ろしい天罰が下るとか。行動は変だけど、見た目が可愛いからね。男子には人気あるんだけど、女子にはあまり評判が良くないらしい。いや、女性の嫉妬っていうのは怖いね。まったくだ。可愛ければ大抵のことは許してやればいいのにな。実は何を隠そう、俺も結構いいなと思ってる人間の一人だ。ハルトはどうだ？ダメか。まあライバルは少ないに越したことはないからな。だってそうじゃねえんだよ、俺が聞いたのは新しい噂。新しい噂？これオフレコな。広がったらまずいらしい。俺も絶対他言しないって約束で聞いたんだ。B 組に一昨日から休んでる奴がいるんだけどな、どうやらそいつリングを取られたらしいんだ。取られたってまさか。ああ、コレクターにやられたんじゃないかってもっぱらの噂だ。ハルト、君は本当に自分の守備範囲以外はザルだね。いや、君に話してなかった僕の責任か。コレクターってのはどこからか現れてはキャスターを襲いリングを奪っていく謎の人物についた名前だよ。
魔法で相手を行動不能にしてからリングを奪い去っていくらしいぜ。でもコレクターが襲う相手っていうのは魔法犯罪者だけって話だった気がするけど。そういった意味ではコレクターはもしかしたらハルトと同じ種類の人間かもね。悪事を前にしていても立ってもいられなくなるタイプ。さあ、勲章とか、俺はこれだけ敵を倒したんだぞっていう証とか、なんとも猥上な正義の味方だけど。出たよ、ハルト会議。参加者はハルト1、ハルト2、ハルト3。脳内で行われる議論で出される答えは大抵面倒なことが多い。わかんねえよ、ただの噂だぞ。ああ、でも B 組の学生は歓楽街で何かあったらしいって話は聞いたぜ。いやだ、聞きたくない。知ってるかい？訪問販売を装った詐欺師もまずは扉を開けさせるところから始めるんだ。それは僕らの番が来た時に考えればいい。幸いリングをつけた人間は山ほどいるから、おとなしく順番を待ってるってのも一つの手だと思うね。だがしかし、それをやったらハルトじゃない。僕らのヒーローハルトラマンは弱きを助け強きをくじく正義の味方だ。出たよ、出ました、出しました。分かっちゃいたけどね、それでも言わざるを得ない。君は本当にハルトだね。ハルトと表現する以外に言葉が思いつかなかったんだよ、僕の目の前で起きるこの現象をね。なんだお前ら、事件調べに行くのか。だったら何か分かったら教えてくれよ、絶対誰にも言わねえから。ああ、君は信用できる人物だからね、何か分かったら真っ先に知らせよう。オッケー、頼んだぞ。じゃあ俺飯食ってくるわ。彼もそうだけど君も大概だね。まあ今更驚きはしないけど。とりあえずこの話は終わり。